アダルさん面白い。こんなにあきこさん、あきこさんも面白いんだって。私そういうきっちりきっちりしてる方なのかと勝手に思ってたから。結構あのスピリアルって言いながら、元々の原点は宇宙なんですよね。宇宙。あ、私はあのあきこさんからはそういった宇宙系の女神、母性ね、も感じるし、うん、同時にその、うん、その大地の女神、その、でもやっぱ複雑になってるものがあるじゃないですか、地球ってすっごい複雑になってたりするから、なるべくほんとシンプルに、なんか自分の素晴らしさにみんな気づいてほしい。遅くなっちゃった。すいません。今ね入れなかった。入りました。入りました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。今日はあきこさんとあのお話しできるってなって、朝明け方夢見て、おお、すごい。どんな、その夢が面白くて、あきこさんと私が会ってる夢なんだけど、あの、うん、そのあのロケーションがなんか。青学とかの、なんか、ホールで、青学で、ね、青学の、なんか、ホールで、バシャールももう来てて、ダリルが来ててね、まだ、バシャールに、フルトランスなる前の、ダリルが来てね、はい、行こうって、こんな感じで、はい、行こうって感じで、優しいのよね、ダリルで。で、ダリルの出番は1時からだよ、とか言って、私たち3人で話してて、で、でもまだ12時ちょっと前だから、ちょっとお腹空いたからご飯食べに行こうよって言って誘ってて、で、ダリル行くって言ったら、あ、僕は1時から出番だから、出番の前にはご飯食べないから行っといでよとか言って、あきこさんと私と二人で、うん、カフェテリアに行って、ご飯食べて、めっちゃくちゃ大笑いしてて、なんで、あんまり覚えてないけど、とにかく、いや、ここでよかったよね。このキャンパスなんか新しくなって、学生たちにもバシャールをやっぱり聞いてもらって、ワクワクの人生を送ってもらいたいみたいな、そんな話を、夢の中でしていて、今日この時間になりまして、本当に今回、ありがとうございます。宇宙フェスに参加してもらって。ありがとうございます。こちらこそ。ありがとうございます。ちょっと、よく分かってないとこもあるんですけど、それで、今日、はい。なんか分かってない方がいいっていうか、私たちも、大体宇宙フェスって呼んで、その、今回は、バシャールが、朝、やっぱりロス時間なので、朝から入ってもらって、うん、で、バシャール終わった後に、実際に私たちがバシャールの聞いて、アキコさんと、グレゴリー・サリバンさんも、私、イベント一緒にしたことがあって、グレゴリーさんと、アキコさんと、で、私と3人で、バシャールってこうだったね。でも、このバシャール聞いてさ、こんな感じなんだっていう、なんかさ、こう、私たち自身がバシャールを、のメッセージを受け取って、感じたのをタイムリーに皆さんとディスカッションしていったら面白いかな、とか思っていて。ああ、なるほど。そういう感じなんです。ああ、でも面白いですね。うん、で、その後はそれぞれの、なんか、つながっていくようなワークになるっていうか、お話になる気がするので、順番はまだ何もまだ決めてなくって、あきこさんが先なのか、グレゴリーさんが先なのか、私が先なのかって全然決めてないんだけど、そんな感じで宇宙フェスをしたいと思います。はい。これ、あれ、3人バシャルメか4人か。4人。何人いや、すごいですね。やっぱ宇宙じゃないですか。そうですね。いや、グレゴリーさんと昨日喋ったんですよね。あ、グレゴリーと？そう、グレゴリーさんとそういえば喋って、ああ、そっかそっか、うん、出るって言ってた。言ってたでしょ。で、なんか、3人、まあ、バシュタルもそうだけど、私たちの共通であるのは、やっぱり、その、すごい。人類とか地球のね、なんか、アセンションプロジェクトを、私たちはこの時期に一緒にする約束をしてる感じがすごくしていて、だから私結構ドルフィンスターテンプルミステリースクールというレムリア時代から宇宙系の存在と、この教えをこう説いてた時代があって、でまた日本に持ってきたんですよね、この時代にも。でその時やっぱ宇宙系、はい、実験的に働きをしていて、でアルプチョルスのなんか存在たちも結構来て話してたら、あきこさんもアルプチョルス系じゃないのとか誰かが言ってて、アルプチョルスって連帯することもないんだけども、なんかその宇宙人の魂を持つ人間っていうか、そんな感じがする、
どんな感じですか、あきこさん。あでもあのいや全然そのなんていうのもうとてもこのフェスがあの宇宙的なこう流れで面白いなってあの思ってますし、あの決まってないっていうのは本当に私もこの間宇宙フェスやったんですけど、直前までほとんど決まってない状態で、あの他の方たちにやってもらったんですけど、本当にこの流れってなんかあのなんていうのかな、高次元とやってるんだろうなって感じするし、私はなんか穴口さんが宇宙系に入ってくれたらすごい嬉しいんですよ。もうなんかね、結構あのスピリアルって言いながら、もともとの原点は宇宙なんですよね。宇宙が原点で、それで、その宇宙をさらにこの地球で、地球も宇宙じゃないですか。であの外から見たら地球人って宇宙人だから、だからその辺のところをひっくり返していけるようなことがしたいなと思ってて、でますますなんか、もう今日7月末じゃないですか、8月もなんかすごい高速なスピードで、このなんか目覚めていくなんか周波数がガンガンやってきてる感じがするんですよね。ああそうですね、本当にそうですね。もうなんかすごいですよね、勢いがすごくて、まあ、ついていけないというか、ついていってもいないけど、あのなんていうのかな、すごい勢いでこう後押しがわーってある感じもありますし、目覚めてる人の人数がもう圧倒的にすごい多いから増えてきますよね。増えてる。そう。なんか、なので宇宙系が、要はそのもっとこう、高次元とつながってる人たちが、あの、サポートをしていくっていう時が来てると思うから、なんていうのかな、もっと宇宙系が広がればいいなと思ってて、で、そこで穴口さんから、あの、声をかけていただいて、すごい感激したんですね。よかった。すごい。いやだからきっと秋子さんとあのなんか一緒に、ワークとか働きをしていくタイミングって来るのかなって今年に入ってからなんか、思ってたんです。でそのタイミングはいつかなと思って、あの確かに宇宙フェス5月あたりにされてましたよね。でその月始を超えてなんかこう秋分の前になんか私たちがやると、ドーンってまた一緒にこう、あの、たくさんのね、あの、メンバーの、ね、方々をこうシフトしていくのをサポートできるんじゃないかなって。そうですね。それは、あの、とってもいいと思いますね。どういう感じになるんだろう。なんか、イメージとしては、あね、バシャールがね、入ってくれるし、なんかすごく面白いものになると思う。結構長いですよね、時間がね。そうなの、一日フェスしてんのよ。どういう、まあ、それがもう意味わかんないけど、どういうことなんですか。この長さ何やってんのかなと思って。いやー、斬新ですね。で、まああのバシャールも面白いから、バシャールセッションって実際に体験したことあります？グループセッション。ないです、ないです。もうこれ私ね、毎年10年間ぐらいあの。アメリカに行くリトリート2つやってて、あのシャスタリトリートとセドナリトリート で 、はい、帰りの最後ロスに寄ってバシャール呼んで、バシャールグループセッションでブワッて波動を上げてみんな帰るんですけど、であの彼はもう本当にバシャールが入ったら、あの入ったらっておかしいけど、あのダリルアンカーの体にバシャールが入ったら、あダリルはいなくなって、でバシャールがもう、まあ今日から今日じゃああなたたちは僕とどんな、ことをしたいんだいって言って、質問をどんどんバシャールに投げていくんですよね。でこういう中で、まあ私たち一人一人もバシャールに質問する内容を持っておきたいなと思うのと、そしてあと、する方々、ズーム参加の方とその、会場参加の方が、まあ、いくつか質問できていくんで、そういう意味で、あきこさんからもぜひあの質問なんか用意しておいてもらったら面白いかなと思います、ね。ああ、嬉しいですね。やりたい。で、私あのいろんな方が多分バシャールのグループセッションしていると思うんだけど、私がこうすごくこうこの3年ぐらいはバシャールへのアプローチっていうのをやってて、どういうことかというと、あのバシャール地球人も進化したから。そのあのバシャールに送りたいあのこういうあのマントラ歌があって、それを歌って私たちが踊るから、バシャール見といてとかやったりとかそれとか、バシャール、バシャール今回もありがとうって言って、バシャールこの歌を歌ってとか言って、あのここら仁之助さんにバシャールに捧げる歌をもらったりとか、そういうことしてて、で一つね、一つ私ね、
アキピコさんと共同行動でやりたいバシャールに捧げるマントラ、うん、マントラ、私この間見た、見ました、シャンティマントラ見た、うん、マントラがなんか一緒に今回バシャール私たちのこのグループに、来てくれてありがとうって、そのバシャールに質問する前になんかアキコさんと私で、あのマントラ私も覚えたいんで一緒になんか歌わない、うん、でみんなもその参加者も歌ってバシャールにあの、うん、いろいろ質問する前に地球人の周波数でエササニー星にもバシャールを通して送りたいんだ、うん、みたいな、そんなのしたいんだけど、どう？すごい斬新ですね。やりたい。やろうやろう。やろうやろう。私、アキコさんのなんか YouTube で上がってるやつで、やばいやつですか？勉強するんで、それで、その参加する人にもさ、その参加することを決意表明した人たちも送っといて、うん、あのマントラを、決めておいてもらったらいいんじゃないかなって思ってて。うん、いいですね。高速バージョンとかもあるんだけど、うん、どれだろう。わからない。アダグチさん面白いですね。うちの息子のリッチーが勝ててくれたんですよ。うん、うちの息子のリッチーがそのマントラをかけてくれてる時に、うん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 、いいマントラだなと思ったのが一つと、二つ目に私の声みたいと思ったの。おお。声が自分の振動、まあ、声の音というか、多分これは周波数でキャッチしてて、うん、これ私とか思ったらアキコさんだったのよ。つながってるから、あ、絶対これありありと思って、だから息子のリッチにどのマントラが効いて、それをリンクを、うん、アキコさんにも送るんで、当日、うん、バシャルがバシャルになった時に、うん、じゃあスタートって言った時に、あ、待ってバシャルって、私たちからもうエササに届けたい、最高だなぁ、すごい。その時に来た、その時になんとなくこの、インドにいるアキコさんが、そのマントラの意味を私たちに教えてくれて、で、バシャールに伝えて、うん、それで私たちがマントラを捧げて、ね、その振動数を、このエササに起こる。いいですね。これすごいです。うん、ね。この感じでなんか、あとは。インドから音がずれそうな、大丈夫なのかな。音とかずれそうですね。音がずれそうであれば、私思うけど、美しい、アキコさんに許可もらって、そのマントラをメインにかけながらみんなで歌うのでもいいよね。ああ、いいですね。そういうのもいいですね。あれすごい気分だもん。シャンティーマントラかな、変顔のやつですか。どれだマントラの名前まで覚えてなくてごめんね。いいね、大丈夫です。すごい綺麗な声で、アナグチさんがいつだったっけな、ちょっとアナグチさんの YouTube 見てて、うん、1万人記念かなんかの時にシャンティーマントラ歌ってるの見て、あ、もう歌ってたよ、歌ってましたね。どれだっけ、ロカハサマスタだ、びっくりしちゃいましたよ。あれアナグチさん歌ってると思って、何が起きてるのかなと思いました。毎日歌ってるっていうか、ワークショップとか、そのドルフィンスターテンブルの、その宇宙系の多次元のワークするときも、最初瞑想の前にはマントラ、だいたいね、サンスクリット用のそのシャンティマントラとか、いろんなマントラ、デバプレマートさんが好きで、昔から私も好きで、歌で一緒に歌ってたりとか、あと、ね、最近ずっとやっぱり好きなのがね、たーまーさーさせそうはんって言ってる、サナットムコールさんって、ちょっと私あの人の名前覚えてないね。その人の歌結構好き好き、うん、そうだから、そのマントラリッチーがかけてくれてたから、リッチーに、そこに聞いたら分かると思う。今回ねリッチーも、宇宙フェスの、ルーはプロモーションの担当なんで、さっき会ってもらった、見たの、リッチいいね、リッチいい、面白いでしょ、リッチ、宇宙一緒にさ、一緒にフロリダでノブホテルって泊まってる時に、宇宙人来た、グスか寝てて、で宇宙人来たとかって、なんかそれで私のことも起こせないぐらい悲しまり状態になって、宇宙人エメラルドグリーンの光で来てて、宇宙人ないとか、でまたこの間も来てて、だから8月は、あ、そうそう、それでおそらく私たちは宇宙フェスをすることになったんで、
あのなんか寝ている間に、今日も朝そうやって夢の中で3人で会ったから、きっとグレゴリーもこの関係者含めて、アストラル体で寝ている時に多分宇宙船に乗ったりとか、その宇宙体験をそれぞれしてると思うから、そんなこともなんかね、この8月は起こりそうで、結構ちょっとワクワクする。うん、わあ、すごいですね。わ、これはすごい。あの、なんでしたっけ、一緒に、あの、ヨシさんっていう人と一緒に、あの、宇宙のスターシードのこととかやったりしてるんですけど、うんうん、あの、ヨシさんも結構詳しいんですよね、バシャールのこと、あの、質問っていうか、バシャールのこととかすごい詳しいから、うん、ちょっと入ってもらえたら面白いかなと。面白いかもしれないですよね。あの、ヨシさんって、小学校の時に、うん、起業したっていうヨシさんですよね。あ、そうですそうです。雑草を食べて雨水飲んでとか、なんかそういうちょっとパーティー、あのね、本田健さんのパーティーで、あ、知らなかった、10番かな、どっちか忘れるけど会いました。そしたらね、リッチー、うちの養子の息子と誕生日一緒なの、ヨシさんって。あー、すごい。6月6日。あ、そう、6月6日ヨシさんってリッチに話してたのよ。はい。いいですね。なんか繋がりますね。だからやっぱりすごいご縁だなって思うんですよね。うん。ビジネスのやってきた方なんですけど、なんかもうそこら辺のスピリチュアルの人よりもすごい分かってるっていうか、あの、詳しい。すごい。あの、ちゃんとまとめ上がった情報を持ってるって感じですよね。まとめ上がった情報。私たち、まとめ上がった情報。散らかったっていうか、まあ、散らかって綺麗にして、うん。アダルスさん、面白い。で、アキコさんも面白いよ、だって。私、これあの、アキコさんのあの、やっぱりこの、なぜ今があるかの話聞いて、結構感動したんですよね。これだ、5年間でやってた。ありがとう。そうか。いや、私、穴口さんの、その、やっぱり動画とかしか見たことなかったから、どんな方なのかっていう、あ、ビジネスのイメージが結構強いんですけど、ビジネス、スピリチュアルの先駆けの方っていうことと、あとビジネスっていう意識、あの、イメージが強かったんだけど、こんなに軽いんですね。なんか、パーンってなってるっていうか、カーンってなってるんで。なんか、多分、なんかもしかしたら、あの、星がどっかで一緒でいた感ありますよ。あの動画見たりとか、あの動画の、あのサムネイルとかさ、カーとかさ、結構面白い。そのまんま、まんまですよね、あきこさん。あ、そうです、そうです。それと、もう一つすごい共鳴してたのは、あきこさんとやりたいなと思ったのが、やっぱりすごくみんなにすごいこう、要は、あの、アップリフティングな周波数を上げるメッセージをずっと届けてるね。あ、そうですね。あ、でもそうだ、そこを私も穴口さんに同じことを思ったんですよね。穴口さんってなんか人を抽象するとかそういうのがなくて、なんか本当にこうみんなを上げることをやってるなっていうのの本当に感動したんですよね。穴口さんがやってることってすごいアップリフティング同じこと言ってる。活動している振動数が、あの、同じところに向かっているし、同じ感じでやってて、このやっぱり、今年ってやっぱりすごい不安とか恐怖を持つ人とか、それを植え付けるような動画とかいっぱいあったじゃないですか、YouTube で。だけど、そうですね。僕は、あの、アキコさんとか、あの、並木さんもそうなんですけど、なんかこう、私一緒にやってやる人って、大体この、やっぱり周波数を上げるし、本人の周波数が高いから、そういうところに行かないんですよ、恐怖にね。全く、そういうんじゃないから、ああ、わかります、わかります。こう、ボルテックスをね、作っていけるっていうのが、すごい私は楽しみだし、で、今回、もう8月すごいと思うから、そこが終わってすぐじゃないですか。ああ、本当ですね。やばいな。そうか、そっか。8月ね、本当に、なんかもう今すごいですもんね。あの、なんだっけ、ライオンズゲートとかのとこでエネルギーがーってなってるのも感じるし、ね、ここがもうなんか、その9月のそのイベントと、なんて宇宙フェス、宇宙次元フェスでしたっけ、名前。あのね、それでタイトルも、あの、まだ今、固まってないんで。これ、すごいですね。え、アダムちゃん、すごい感覚的なんですね。だって、あの、リッチも感覚的だし、この、まあ、結構ダイナミズム。周りの人で、ダイナミズムはみんな感覚的で動いてて、で、まあ、この、流れ、あの、その、
の流れをね、みんなで合宿して、ハワイで合宿して、うん、チャネリングしてみんなで下ろした1年のテーマが、うん、新宇宙次元フェスが1年間のテーマなんです。だから逆に言うと結構地球天国フェスっていうのを夏至の前にやったりとか、うん、なんかフェス、うん、で8月もフェスやるんですけど、それは瞑想フェス、うん、で、アキコさんとバシャールと、ね、グレゴリーさんと一緒にするのが宇宙系のフェスなんですね。だからそのフェスウィズバシャールにするのかとか、今最終的にまあ、間もなく固まると思うんですけど、そんな感じなんですよね。ああ、うん、固めなくてもいいですしね。あでも、お任せ、来てくるし、あ、そういう感じなんだ。いや、すごい。いや、こういうきっちりきっちりしてる方なのかと勝手に思ってたから、いや、すごい。ね、してなくて、結構やばいかもしれないのは、台本とかこんな風に今日はお願いしますとか言われたらできないんですよ。だからテーマだけ、テーマだけで降ってくるものは私は全部、皆さんの前に立った瞬間にこの降りてくるものをこう話し出すみたいな。でもアッコさんもそうですか。そうですよね。あそうです、うん、台本をもらってもだから違う方に行っちゃうから台本ないないですよ。いやすごいアンドロメダじゃないかな、うん、アンドロメダじゃないですか、一緒にやってたのは。そうかもね、アンドロメダから一緒っていう感じがする。あアンドロメダみたいでやばいですね、うん、じゃあかなりブイブイ。やばい。いやだって絶対穴口さん古いもんね、魂は。もうこんなに地球も大好きだしね。地球って可愛いじゃないですか。やっぱピュアだもん、なんか。私ってから見たら。へ、ね、ぇ、ね。感じたことないな。今、アンドロメダって言われた瞬間に、なんか、そのアンドロメダのこの、銀河を一瞬にしてちょっとタイムスリップして、私、アンドロメダで、なんかね、宇宙船に乗っている司令官をしてましたわ。でその時もやっぱり他の銀河をやっぱり旅することが好きで、うん、なんか仲間を乗せてなんか宇宙旅行じゃないけどね、うん、もうそのいろんな星をこうなんかこう観察しに行ったりとか、うん、この星にこんなものがあったっていうのを見て、うん、すごいなとか言ってなんかこう話してるシーンが一瞬パサッときましたね。すごいね。もうなんか司令官って言われてもそのイメージがね、そういう服着てる人みたいな、なんかもう穴口さんのイメージになっちゃったなっちゃった。すごいなぁ。いやもう本当にね、でも地球もさ強いからすごいなっていつも見てたんですよね。うん、やっぱ宇宙もすごいけど地球もすごい、うん、地球ではやっぱりすごくやっぱりたくさんのその原住民のに生まれ変わって、うん、この地球の教えをこう受け継いだっていうところあるんですし、あ原住民っぽいもんね、なんかぽいってなってる。なんていうか、いろんな原住民とこういろんな存在になっちゃうもん、なっちゃいますよね。なんかもうレムリアもあるし、その古いマヤとかもありますしね。あります。全部やってんじゃないですか。うん、全部やっぱり一通り多面的に。何でもこう体験するのが好きで、でも私はアキコさんからはそういった宇宙系の女神、うん、母性ねも感じるし、うん、同時にその、うん、その大地の女神、その女神ガイアとのつながりの深さを感じるから、その天と地のこの女神性をこうなんか持ってるなって思ってて、分かんないな。安心するかね。めっちゃ安定、うん、安心感とかこの無条件の愛の振動数をこの地球にこうアンカーしてくれてる人だなと思うんですよね。うんうん、ああ嬉しいですね。でもやっぱ複雑になってるものがあるじゃないですか、地球ってすっごい複雑になってたりするから、なるべく本当シンプルになんか自分の素晴らしさにみんな気づいてほしい。私がそれで楽になったんで、本当それだけシンプル、本当にシンプルにそれだけ伝えたいっていうのがあるんですよね。うんうん、でも最近はやっぱりすごい背景に私が感じるのはやっぱり、うん、その聖母のマリア系のエネルギーも感じるし、あとすごく、うん、なんかやっぱりインドにいるせいかもしれないけれども、なんか私の中ではシバ神の奥さん誰だっけ、パールバティか、ああパールバティ、ああはいはいはい、パールバティ的ななんかこう、うんうん、
振動数をすごく感じるんですね。そのパールパティ来てますね。パールパティとか、なんだろう、カーリーとかね。カーリーもね。結構、怒りの、うん。そうですよね。カーみたいな。詳しいですね。すごい。好きだもん、私、インドは、2月にも実は行ってたんですよね。インド、インド、南インド、ゴアとか、なんか、ゴアのその前、なんか何だっけ、名前忘れちゃったけど、インド、うん、南インド、あれ、ムンバイ。ムンバイとか、ゴアとか、なんかその、シバ神が祀られているエレファンティーナ島っていうのがあって、ステカンさんっていう、あそこに行ってたんですよ、うん。よかったって言って、コロナの前に。いや、でもそこに。何しに行ったんですか？どこに行ったら、やっぱり今回ご縁もらったのかもな、アキコさん。ああ、そうか、そうか。アキコさん、インドだと。あ、私、コナラク、コナラクっていう、田舎、すごい秘境です。世界遺産がでもあるんですよ。スーリアテンプルっていう、太陽寺院っていうのがあって、一応、まあ、太陽の神様が生まれたところって言われてへぇ、いやー、今度行きたいです。今度、フライトが出たら飛びに会いに行きます。会って、ありがとうございます。すごいですね。私、マヤ歴を結構やるので、穴口さんのマヤ歴とか、グレゴリーさんのマヤ歴とか、並木さんのマヤ歴とか、いろんな方の見たりしてるんですけど、この、穴口さんと、グレゴリーさんと並木さん、3人とも同じ菌だったんですよね。そうなんですよ。What you are experiencing on your planet at this time, especially coming up 2020, and in gathering together all the lessons you have learned, all the information.